背番号20番フォワード峰和樹です。背番号33番ディフェンダー立野俊介です。次のホームゲームは5月6日月曜19時キックオフでガイナリ鳥取と対戦します。 J リーグ全クラブがゴールデンウィーク期間中に開催するファミリージョインデイズにおいて、カターレ富山ではこの日が対象試合となっています。この日の注目イベントは、試合当日チケット売り場に親子3世代が一緒に写った写真を持ってきていただくと、家族全員が1000円でご入場いただけます。ぜひご家族揃ってスタジアムへお越しください。さらに理容師・美容師応援キャンペーンとして、今シーズン唯一の月曜日開催となるこの日は、月曜日に休日が多い理容師さんと美容師さんを対象に当日券を半額で販売いたします。本コースでは対戦相手である鳥取にかけて、ライカ君が焼き鳥を販売してお客様をおもてなしします。先着100名様までとなっていますので、お早めに。そしてカターレ富山のホームゲームにミスターピッチがやってきます。その他にもイベントが盛りだくさんです。続いて新発売のグッズを紹介します。一つ目はこの大人気背番号入りリストバンドです。9、10、11番とサポーター番号の12をご用意しました。今回はナンバーの部分がキラキラで、周りもチェック柄になっているのでおすすめですよ。2つ目はこの選手フィギュアです。1回500円のガチャガチャで、今回の第1弾は大二郎くん、りょうくん、矢田さん、圭介くん、雄大くん、ジャンボさんが入っています。第5弾まで予定してますのでお楽しみに。そして数に限りがありますので、連続での購入はお一人様3回まででお願いします。あとガチャガチャには100円玉しか入らないので、100円玉をたくさん握りしめてグッズ売り場に来てくださいね。ベルディ戦の雄大くんのゴールの後はすごい会場が一体となっている風に僕たちも感じました。なのでガイナーレ鳥取戦も一人でも多くの人がスタジアム駆けつけて、とてもいい雰囲気を作りましょう。応援よろしくお願いします。